あげれないです僕。ごめんなさい。はい。おい。そんな。あ。やばい、すげえな。はい、ではクリッチ君、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。打ってみてどうでしたか？そうですね、僕あんまロンティー得意じゃないんで、ちょっとあんまちょっと映像は変なんですけど、打球のスピードとかは結構レガシーとか今使ってるモンスターブラックキャノンよりちょっと速いなっていうイメージはありました。だ自分はその高い弾道を打つんじゃなくて、速いライナーをやっぱちょっと目指した方がいいのかなとはちょっと思いましたね。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ小田さん、はい、ケント君の友達ということで今日初めましてなんですけど、初めましてです。小田さんって普段どういうバッターですか？自分はまあ長距離っていうよりは単打意識して常に打席立ってるような。ケント君はすごい奥の方のね、俺まで行ったんで、あれも超えれないっす。誰も超えれないっす。頑張ってください。今打ってみてどうですか？何球かしか打ってないと思うんですけど。いや、現行のレガシーよりは打感があるみたいな。打った感触が重いですか？重いです。自分ミドル使ってるんですけど、自分はやっぱミドル派なんで、トップはちょっと重く感じるかなって感じです。ラストで。ラスト。わお。いいんじゃない？ありがとうございました。ありがとうございました。実際じゃあ今結構打ってみてどうでしたか？いやなんか振っていくたびに重く感じた。振っていくたびに重く感じた。でもそうす、ね、自分的には一つあれ上げるとしたら打感があるんで結構いいなと。芯で捉えたのも分かると思う、うん。じゃあもしミドルが出たら検討するかなと思います。ああ、まあ一応買おうとは思ってるんですけど、おうおう、トップはやっぱり長距離とかスイングスピード速い人がおすすめだと思う。そうですね、カラキみたいに。そうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。山崎さん、はい、レガシーメタル初打ちということで意気込みをお願いします。少しでも遠くに飛ばせるよう頑張ります。はい、頑張ってください。お願いします。はい、行きまーす。行きまーす。打球速いですね、ライナー系だと。速いですね。
手出してもあんな感じになるんで。わお、わお、わお、いい、これじゃない、ほら、ほら、こいた、わー、いった、わお、わー、いい、いい、これいったんじゃない、わー、ナイスマッチ、わー、いった、ありがとうございました。さあ、打ってみてどうでしたか。やっぱ、打った瞬間の初速が速かったです。あと、打球の高さがすごく高く感じますね。なかなか落ちてこなかったですよね。そうですね、滞空時間が長いから、はい、まあこれでちょっと、もし興味があったら購入をしてみてください。はい、ありがとうございました。はい、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。